なんでこんなに傷ついて。おい、おのろは。エマネラン様、母、元気になられたんですね。よかったです。はい、元気だよ。俺はいつだって。それよりお前どうしたんだよ。申し訳ありません。式典のお客様たちが口々に帰ろうとおっしゃったもので、どうにか止めようと思いまして。はい、だけど僕の頼み方が悪かったのでしょう。皆様とてもお怒りになり。バカ、それはお前のせいじゃなくて俺の。大丈夫ですよ、エマネラン様。旦那様やアルトアレール様、皆様がやろうとしていることを僕は信じています。あの女性が言ったように、悲しい記憶は消えませんし、悩みを抱くことは多いでしょう。でも踏み出した先の明日はきっと楽しい。それを教えてくれたのは、僕を散々振り回したエマネラン様じゃないですか。オノロ、落ち着け。気を失っただけだ。早く暖かいところで手当てしてやるんだな。くそ、なんでどうして何もかもうまくいかない。変革を進める兄貴たちも、さっきの反対派の奴らだって本音は幸せに笑っていたいだけだろ。なのに漏れなく全員不幸面だ。俺は一体どうすりゃいいって言うんだよ。うんざりだ。誰か代わりに正しい道を選んでくれ。誰かに判断を委ねるのは構わない。だが、その生き方を選んだ結果は、必ず自分の周りに返ってくるぞ。お前に何がわかる？英雄の一味で、自分で何でもできるお前に何が？何でもなんてできるものか。俺は自分が一番大事にしていたものすら手を差し伸べることもできずに失った。だからこそ死ぬ気で歯を食いしばってここに来たんだ。どれほど痛もうが終わらせたくないものが今の俺にはあるからな。
イメリク卿、合同演習について話を伺いました。一つ質問をさせてもらいたい。何だろうか。いくら民の気持ちを前向きにできたとしても、変革に心の折り合いがつかない奴は絶対にいるはずだ。そいつらは変革の騎士であるあなたを恨むだろう。それでもあなたは進むっていうのか。何を信じたらそんなに強くいられる。粒子戦争が続く限り、新たな悲しみが生まれ続け、この国はいつまでも悲劇の連鎖に囚われたままだ。連鎖を断ち切るためには変革の一歩を踏み出さねばならない。その点においては前教皇、私の父に共感している。だが父は国を愛せど民を信じなかった。故に己の力のみで変革を行わんとし、道を誤ったのだ。エマネラン卿、私はイシュガルドに生きる民を信じている。変革の嵐を皆の力で越えていけると信じている。だからこそ真の変革のためいかなる痛みも受ける覚悟だ。かつて友であった者の屍を踏み越えることになろうとも、決して立ち止まりはしない。どいつもこいつも強すぎだろ。けどあなたの理屈は俺にもわかる。ここの連中はみんないいやつらなんだよ。本当はさ、俺が引かせた弓が誰かの心に影を落とした分、今度はみんなを笑顔にさせてやりたいんだ。このエマネランド・フォルタン、イシュガルドの明日のために剣を捧げさせてくれ。どうか頼む。その心意気、しかと胸に刻ませてもらった。合同演習への参戦、こちらからもよろしく頼むぞ。イシュガルド勢の指揮はどなたにお任せか。私が直接参戦し指揮を取ろう。教皇代行である以前に私は神殿騎士団総長だ。この任を他の誰かに譲るつもりはない。威信をかけるとあらば、いよいよ負けられませんな。総長率いる神殿騎士に自警団、そして名家から我が息子、今のイシュガルドらしい最良の布陣でありましょう。いや、あと一人欠かすことのできない盟友がいる。君は自由の翼を持つ冒険者だ。それでも今日まで我々と共に苦難に立ち向かい、誰よりも痛みを分かち合ってきてくれた。私が君を唯一無二の盟友だと思っているように、君がもし我々を友だと思ってくれているのなら、どうか共に戦ってはくれないだろうか。君が他国のグランドカンパニーに属しているのは承知の上だ。名手殿には私から義理を通そう。だからもう一度私と戦場をかけてほしい。
ありがとう。これほど頼もしいことはない。必ずや勝利して、その先に見える希望を共に分かち合おう。